皆さんこんにちは、佐向栄太郎です。スイングしなけりゃ意味がないということで、今回はカウントベイシーオーケストラのギタリストフレディ・グリーンのスタイルを、ブルースを例に紹介していきます。いってみよう。ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー。はい、今日はこのブルースの解説と、それにまつわるいろいろお話ししたいと思います。まずは、この場所の確認のためにですね、ゆっくり弾いていきたいと思います。ワン・ツー・スリー・フォー。 F7、B フラット7、F7、C マイナー7、F7、B フラット7、B ディミニッシュ、F7、A マイナー7、D7、G マイナー7、C7 で F のターンアラウンド。です。はい。そしてポイントは、それぞれのコードの、半音上と半音下から、アプローチできます。200前からできます。どういうことか、今回の、F のブルースの一番最初の、3小節を例にとってですね、解説したいと思います。まずこちらをご覧ください。1,2,3 と、このブルースの最初の出だし3つあります。一番上はそのまま、F7、B フラット7、そして F7 と書いてきますが、さっき言ったようにそれぞれのコードの半音、上とか下から、アプローチできるっていうのはどういうことかと言いますと、F7 から次の B フラット7に行くときに、この B フラット7の半音前の B7 をこうして2拍弾くことができるわけですね。それと同様に、この B フラット7から次 F7 に行くとき、この F7 の半音前の E7 を弾くことができると。ちょっとサウンドで1と2を弾いてみたいと思います。1が1小節ずつですね。F7。B フラット7。そして F7 に戻っていくと。そして、2つ目のこの丸2の方を弾いてみたいと思います。ここで B フラットに入って E から F と。ちょっと黙りますね俺。丸2、続いていくと。そして2拍前からアプローチできるんですが、もちろん1拍だけでも OK です。ということでですね、この一番最後のこの3つ目の例は、4拍目だけ、コードを変えたパターンです。サウンド的にはですね、
ういう感じになります。分かっていただいた分かっていただけたでしょうか。コードを弾くときにですね、こういった、意識を持って弾くとですね、ザクザク弾いてても流れが、感じられるプレーにつながっていくと思います。ぜひですね、譜面に書かれていないところも弾けるようなギタリストになってください。以上です。皆さんいかがだったでしょうか。今回紹介したスタイルはビッグバンドスイングやジプシージャズのスタイルです。フレディ・グリーンやジャンゴ・ラインハルトのようにかっこよくスイングできるようになりましょう。それではまた次回、さようなら。